ということで、一人旅スペインにやってきました。イエーイ、スペイン語わかりません、英語もわかりません。でもなんか一つ一つなんかクリアしていくのがめっちゃゲームみたい、 RPG ゲームみたい、めっちゃ楽しい。10泊11日で1週間語学学校にも通います。今日はまだ着いたばかりで、これからプラド美術館、有名な美術館に行こうと思って、ちょうど今日夕方着いたので、夕方6時以降はなんか無料で入れるらしいんですよ。あの本当にね、インターネットと Google マップ様々だね。もうそれがなかったら私は生きていけない、どこも行けない。行ってみたはいいけど、すんごい行列見て。今タダで入れるから。でしかもさ、荷物チェックもあるらしいから諦めようかな。すごい、これ相当時間かかるわ。休憩で初めてスペインでチュロスを食べます。でなんかこのチョコレート、熱いチョコレートにつけるんだって。でもさ、このホットチョコレートだけじゃめっちゃ喉乾くから、このレモンのフロートみたいなやつも頼みました。これ3つで 8.2 ユーロ、まあ安いかも。私ハウステンボスで食べたチュロスがあんま美味しくなくて、本場のチュロスは美味しいんだね。なんとかホテル着きました。イエーイ。割と広くて綺麗です。地下鉄の駅も近いです。おお、トイレ広い、バスルーム広いです。こんなに広くてもバスタブはやっぱりないんだね。2日目私のシェアハウスです。今からこのシェアハウスツアーをしたいと思います。はい、まずここが玄関、入るとすぐこんな感じで廊下になってます。ここがトイレです。ちゃんと綺麗に掃除されてて、でもちろんバスタブは、ね、ないんですけど、シャワーボックスがあります。ここが私の部屋になります。なんか私トイレ近いからさ、トイレにしょっちゅう行くから、だからもうトイレの隣がいいと思ってこの部屋を選ばせてもらいました。なんかしかもちょっと玄関っぽくなってて、すごく部屋は狭いんですけど、まあなんか一応入ってちょっとした廊下みたいなのがあって、すぐ横にちょっと窓があって、で外にも座れるし、まあここは基本洗濯物を干すスペースかな、外は。でデスクがあって、でベッドで、あとあそこアルマーリオ、本当にすごいシンプルな部屋で、こっちに窓も、もう一つ窓あります。で、ただね、この部屋は暗い。このちっちゃい豆電球しかなくて、この部屋ね。めっちゃ夜暗くて、まあ、暗いの好きなんだけど、あの雰囲気がね。そこのデスクの電気つけたらちょっと間接照明っぽくて、まあ好きなんだけど、このさ、入り口の、電気の方がバッチリ明るいっていうね。あと一応ここさ、その廊下からさ、もしドアが開いてパッて中見てもすぐにベッドが見えないっていうか、すぐに部屋の中がバッて見えるわけじゃないから、こっちがいいなと思ったんですね。でここが共用スペースで、左がキッチンになります。で、ここにはちゃんと洗濯機もあって便利です。キッチンもね、割と大きくて綺麗で、あそこでご飯食べたり、私の部屋狭いから勉強もしかしたらここでするかもしれないけど、テレビがあってソファーがあってっていう感じですね。でもう一つこっちの部屋、
ここでもいいよって言われたんですけど、もう共有スペースのすぐ隣じゃん。だからさ、こうやってドア開けてるともうすぐベッド見えちゃうし、なんかここでもしね他の人とか食べてたりとか喋ってたりしたらちょっとなんか気遣いそうだなと思って。でこのシェアハウスもさ、来てみないとどんな感じかわからないじゃないですか。すごい怖かったんですよ。なんか例えば他の留学生がなんかティーンエイジャーとかさ、めちゃくちゃ若い子たちで夜中までパーティーするような感じのすごい若い子たちだったらどうしようかなとか、あとなんかキッチンとかトイレとかもなんかめっちゃ汚かったらどうしようって思ってたんだけど、今のところめっちゃ快適です。綺麗だし、まあ、部屋は狭いけど、まあ、十分だし、今誰もいないから本当なんか一人で自由に使ってます。綺麗だしね、めっちゃいい。で場所も地下鉄にも近いし、まあほぼ中心地なのですごい便利です。これから約10日間スペイン生活を楽しもうと思います。今日はどうしてもお肉が食べたくなって、スーパーでちょっと奮発して高めのお肉を買ってきました。いい匂い。はい、できました。これが今日の晩ご飯です。イタリアのモデナのバルサミコ酢がキッチンにあったので、どうしても今日はお肉が食べたくなった。いただきます。でも食べかけだけど、今日学校1日目。なんか晴れてるんだけど雷がゴロゴロ鳴ってて不思議な天気。あとポツポツ雨が降ってきたかも。なので地下鉄に乗りたいと思います。今日はまず学校に着いたら軽く口頭試験があるらしい。てか何も喋れないよ私。どうなるんでしょうか。オラしか言えないんだけど。着きました。ここです、アカデミアコンタクト。おお、ドキドキする。で、プレバスの店です。オフスケルクイユーのメモスタノモスタノクイユーセルオツイユーモエベペッチョ。今休憩です。コーヒーブレイク。この初級のクラスは7人、生徒さん7人です。私も含めて7人です。先生はすごい若くて可愛い人、名前何だったっけな。教室はこんな感じです。地下にも教室がたくさんありました。これは昨日スーパーで買ったチョコチップのミルクパン。メニュー？セット。Sí, menú tienes con el caliente y dos fríos. Y la bebida. Okay. Coca-Cola? Vale, Coca-Cola. 今カフェでランチ中です。あったかいトーストとサンドイッチ。今日はこのまま観光しに行くので家には帰らず。ロイヤルプラザ王宮を見に行きます。3時に予約してます。スペインの観光編も動画にしようと思っていますので、チャンネル登録まだの方はぜひお願いします。チャオチャオ。